旅食いビット監督のイカリアです。キャラクターデザインのアサリアイです。今日はなんとコラボカフェに来ました。来ました。すごいです、でっかいすごいね、ポスターがすごい。じゃあ今から行きますか。行ってきましょう。行きます。さあ、これから、はい、はい、すごいね、これすごいですね。レストリーとかすごいですね。等身大、等身大これ買えるんですよね。すごい。あ、これも買えるんだ。なんかありましたね、等身大。すごいですね。こんなにちゃんと内装までやってくれてると思わなかったです。すごい。ということで、来ました、店内に。すごいですね、もう。あ、さっき来たのかね。そうですね。着席して。早速じゃあ、早速じゃあここのコラボカフェで買えるグッズを紹介。はい。お願いします。お願いします。じゃあ、まずどれから紹介しましょう。アイキャッチキーホルダー。アイキャッチキーホルダー。すごいですね。根元が、それぞれ。アイキャッチ風なキーホルダーになってる。すごい。あ、なるほど、すげえ。ちゃんと、ロゴも、ロゴと名前もちっちゃいところに書かれてて、かわいいです。すごいね。すごいですね。なんかちゃんとしっかり厚みのあるアクリルプレートで。チロルもあるらしいです。そうですね。チロルがちょっと今ここにないんで、ぜひお店で実物を。じゃあ、アクリルスタンド、立体の、こちらですね。あと、立体のアクリルスタンドで、こういうディスポ3段になってて、めちゃくちゃいいですね。かっこいいです。これも、パウとディスポとミロと。あ、4種類。4種類。ありますね。そうですね。店舗の2点が3月31日からの販売になるらしいので、その機会になったらぜひ、最後。はい、よろしくお願いします。あ、これハンドブロー、ね、あ、これですね、すごい。ブロマイド、え、ブロマイドなんですね。すごい。下敷きみたいな。下敷きですね。これは浅井さんが。そうですね、キービジュと、これは BS11 の表冊子の表紙だったイラストですね。いいですね。すごい、ちゃんとしっかりした。すごい、下敷きにも使える。使えますね。素晴らしい。うん、じゃあ次がカードステッカーも4種類。シールになってるんだ。シールですね。なんかカードサイズすごい可愛いです。すごいキラキラしてて。ちゃんとこっちも4種類用意してあるので。いいですね。これはランダムとかじゃなくて買えるんですかね、1枚1枚。あ、トレーディングなんです。はい、あ、トレーディング。トレーディングぜひ好きなキャラを集めて。全種類。はい、全種類ポンプしてください。大物が。大物が大きい。信頼。でかでかいですね。すごい。でかでかいですね。すごい。等身大のタペストリー。こちらも4種類。4種類。多分これ先ほど多分映像にあると思うんですけど、入り口のところに展示 4人分されてあるので、ぜひ実際に来て実物をコンプリート。確認してコンプリートお願いします。来ました、これ。来ましたね、ドリンク。すごい。すごい美味しそうですね。カラフル。こっちから紹介してくれるよ。そうですね。これが、キノコアンプル風ドリンクの、これがビスコ。ビスコ。これを混ぜると色が。色が変わって。ですね。あとでやってみましょう。そうですね。で、これがミロのアンプルなんですけど。こういった形。こっちが。がパウル。で、これがチロルの。キノコはアンプルフードリンク。ストロベリーカルピスソーダ。美味しそうです。すごい。アウがカフェオレ。で、ビスコがレッドオレンジティー。で、ミロがライチカルピスバタフライピーチティー。みたいです。美味しそうですね。こっちがリンゴドリンク。リンゴドリンク。これがビスコ。ビスコでレッドオレンジジュース。こちらは。ミロがライチブルーソーダ。で、チューブがイチゴミルク。で、パウがキャラメルコーヒーですね。美味しそう。いいですね。
でドリンクを頼むと一杯につきコースターが1枚ランダムで来るようなので皆さんぜひ全種揃えてください。これ紙じゃないんですか？そう、紙じゃないんですよ。なんか珍しいプラスチックを初めて見ました。すごい、すごい綺麗です。ぜひ集めてください。ぜひじゃあ試しにやってみますか。はい、そうしましょう。じゃあ実際にこれがミロのドリンクをじゃあ入れてみます。あ、すげえ青くなった。おー、すごい、おー、綺麗。おー、おー、あ、いいですね。あ、2層になった。あ、綺麗、綺麗ですね。綺麗、すごい。あ、かわいい。これ混ぜちゃっていいですか？めちゃくちゃ混ぜてる。なんか混ぜる下がすっごく甘くて、あ、これ混ぜると紫っぽい。すごい、あ、かわいい。あ、いいですね。次はチロル、チロルいきます。あ、炭酸。あ、炭酸。あ、美味しそう。あ、綺麗だね、これ。綺麗ですね。楽しい。あ、チロルになった。ありましたね。飲んでみます、じゃあ。実際に。いただきます。いただきます。あ、美味しい。すごい。美味しい。なんか、あ、美味しい。ライチブルー、ライチの味が強くて美味しいですね。なんかちょっとカルピスっぽいような感じもするので、カルピスかこれ。美味しいです、すごく。なんかイチゴミルク風な感じで、チロルがストロベリーカルピス、そうだ、なるほど、カルピスだ。カルピスですね。美味しいです。このビーカーで飲むといいね。いいですね。なかなかビーカーで人生飲むことなかったんですけど、数ミリリットル本当だ、いっぱいパップリ入ってます。美味しい。すげえ、普通に美味しい。続きましてこちらのドリンクがスペシャルドリンクにですね。なんか豪華だ。すごい。これがミロですね。これがチロル。これがビスコ、パウですね。すごい。パウ、これごま系かと思ったらカフェラテなんですね。なんか黒いの初めて見ました。すごいおしゃれ。すげえ。で、ビスコがピーチオレンジ、クランベリーティーホイップクリーム。お酒みたいですね。すごいカクテルっぽくていいですね。ビスコが。あ、本当だ。ちゃんとありますね。こちらはミロのドリンク。なんか実際にミロを使ってるすごいらしいので、栄養満点、栄養満点ですね。強い子のなれます、強くなれますね、これ飲んだら。こちらのチロルのドリンク、上のムラムラが荷物をいっぱい持ってるみたいなイメージで持ってると素晴らしい。はい、かわいいです。もうちゃんとコンセプトきちんとあって、すごいすごいですね。なんか来ました、お料理が。お料理美味しそうですね、どれも。すごい。こちら紹介します。こちらがともしだけ風きのこパスタ。洞窟内の6話のともしだけですね、をイメージしてのメニューです。で、こちらがきのこ盛り直伝きのこソースのオムライスです。ここにサビクイビスコ、すごいですね、食べれるミントが、すごい、まさかロゴが入るとすごいです。で、こちらがジャビの特製きのこ鍋焼きおにぎり付きですね。ジャビが実際アニメとか原作でも鍋をよく作っているので、ジャビ風のっていう感じのコンセプトのメニューになります。で、こちらがエリンギで飛ぶきのこステーキになります。実際に、ね、食べて、実際に食べて飛んでください。最後がデザートで耳浜風きのこパフェになります。すごい、はい、きのこの山が可愛いですね。なんか耳浜の雑多としたイメージをやって、ちゃんと上にもきのこが乗ってあって、すごい可愛いですね。でこちらを頼むとランチョンマット、これもランダムなんですよね。ランダムで4種類それぞれビスコ、ミロ、パウ、チロル、どれかがもらえる、もらえますので、
これもぜひ4種類集めてください。いや、美味しそうだね、料理が。美味しそうですね、もうお腹鳴ってますもんね。まあ、キノコ嫌いなんですけど、すごい美味しそうに見える。素晴らしい。素晴らしいですね。いや、皆さんもぜひ食べに来てください。お願いします。お願いします。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。どうでした？お味は。すっごい美味しかったです。美味しいしか言えない。美味しい。もうぜひ皆さんもめちゃくちゃ美味しいので食べに来てください。ぜひ。はい。3月26日から4月の5日までやっていただけるので、はい、ぜひ皆さんも来てください。よろしくお願いします。そして月曜日週明けはついに最終回。百獣の巣12話。最終回。あっという間でしたね。あっという間だったね。はい。もう始まったと思ったら終わっちゃいました。はい、まだこれから放送です。はい。ぜひご覧ください。お願いします。お願いします。